んこんばんは、ゴルフ部のゆかです。はい、ということで今回ですね、あさみゴルフクラブさんにお邪魔しております。ありがとうございます。で、今回は、ランバンスポールプレゼンツゴルフ系クリエイターナンバーワン決定戦ということで第4回戦になります。はい、ということで今回の対戦相手の方に登場していただきたいと思います。お願いします。どうもそんな感じでしたっけ？こんな感じです、はい、こんな感じですか？はい、ということで、はい、アウさん2からアウさんです。アウさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりですね。お久しぶりですね、はい、去年のですね、冬ですね、以来になります。はい、お久しぶりです。ありがとうございます。はい、で、今日はアウさんと対決をしていきたいと思います。はい、はい、で、アウさんが今回青ティー青で、で私が白ティーからということで、はい、戦っていきたいと思いますので、皆様ぜひご視聴よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。意気込み、はい、猫さんの敵を、はい、はい、そうですね、猫さんはゆかちゃんのことを応援してるんで。あ、本当ですか？そういうもんですね。負けた人を大体応援するんで。でも俺には応援してるって言って、はい、LINE でローソン の、はい、チケット送ってきました。あ、そうなんですね、私には来てないんですけど。いや、応援してるんですよ。本当ですか？ブロックした方がいいです。いや、俺は、LINE 知らないんですけど。そうですね、よかったです。はい、ということで、では対戦していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。何番ホールって声出した方がいい？やすごいみたいです。はい、何番ホールっていうやすくの声入れた方がいい？あ、はい、どちらでもないいつも通りな感じでお願いします。僕喋んないです。いやいや、はい、はいはい、南コースですね。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よいしょ。待って、左来い。行ってやばい。オッケー。あれちょっと右手を斜めてたもし。緊張する。あ、ちなみにカメラマンやすくんです。はい。俺とごめんなさい、俺のチャンネル。出しゃばっちゃって。よろしくお願いします。お願いします。よいしょ。よいしょ。ありがとうございます。真ん中。ナイス。はい、ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。いいですね。なんか他の動画見てても、はい、飛んでますよね。あ、本当ですか。うん、では行きまーす。はい、します。今日も朝、はい、運転していただいたのに申し訳ないです。いやいや、全然すいません。道間違えちゃって。あの、道間違えて、ごめん、ゆかちゃん間違えちゃった。あの、嫌いになったって聞いたっつって。俺、何十回もここ来てるんだけど初めて、あの、水戸インター通り過ぎました。あれ、こんな2車線あったかな。ちょっといろいろ喋りすぎましたね。協力をお願いいたします。いろんな YouTube ゴシップを話しましたね。あ、そうですね。あ、いいですね。いろんな情報をいただきまして、はい、面白いなと思って来ました。ちなみに明日はヤスゴルさんとのコラボもあるので。あ、そうなんですよ。ね、ぜひね、それも見てもらえば。はい、ね、天気持つといいけどね。うん、あ、そうですよね。今日もちょっとどうなるかなと思ったんですけど、うん、どうですか、アサミゴルフクラブ。あの、綺麗でした。めちゃくちゃ綺麗ですよね。トイレ個室でびっくりして、うん、すごいなと思って、まあ、トイレ、まあ、個室か。トイレ個室でしょ。俺今思った、俺さっき聞いて思ったのは、あ、女子のトイレって個室じゃないのかなと思って。あの、手洗いもついてるの？ついてるんですよ。へぇ、あ、そうなんだ。そういう個室、完全な個室。完全な個室です。なるほどね。うん、まあ、個室、はい。いや、オープンな、オープンな女子トイレ、女子トイレがあんのかと思った。だってゆかちゃん飛んでない？飛んでる。後ろと、そんな差なかったけど。うん、確かに10ヤードぐらいしか変わんない
30ヤード8番ヤードいきます。はい、125ヤード、はい、9番ヤンで、はい、ナイス。結構パッティングがシビアになってきますね。なんだよね、あれね、うん、ちょっと段があるんで段の上狙ったんですけど、ちょっとダメでしたね。20ヤードぐらいですか。はい、ナイス。これ以上寄せないといけないと思うと、さすがっすね。パッパ、あー、バーディーパット。はい。12メーターぐらいかな。結構やですよ、うん、はい、ありがとうございます。あ、すいません。オールスクエアですね。忘れましょう、今の。今の忘れましょうですね。パッと難しさ。あれが右のなんならこう。あ、そうですよね。左上だと、奥行っちゃってもあれです。いきます。はい。刻みます。はい。多分230ぐらいでラフ行っちゃうんで、奥の。はい、5番ウッドで。出てきた。出た。行きました。ラフ。帰ります。ちょっと今見なかったことにナイス。ありがとうございます。いやいやいや。これはこれは。はい。失礼します。はい。
ガチチョロですか。そうですね。チョロしてました。はい、なんかあのボールがちょっと10ヤード先ぐらいボール捉えてた。うん、捉えました。キャリー10ヤードとか一段が見えました。これあのマネージメントですね。あ、そうなんですね。ワンチャン狙える。230いくと奥のラフ行っちゃうんで、はいはい、そこまで打たないっていうのが重要だったんで。あ、100ヤードぐらいに収めた。そう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 。じゃあこの正面狙ってたらいけるってことですね。正面狙ったらいけるんですけど、あのギブさせようとしてます。いや、あっちちょっと無理なんで。うん、刻みます。刻みます。よし。7番アイアンで刻みます。はい。行きましたね。うん、オッケー。行きます。ゆかちゃん、ナイスショットでしたね。ありがとうございます。うん、やっぱり初見の方がいいかもしれない。めちゃくちゃ、うん。ですよね。そうですね。わかる、わかる。嘘の情報教えよ。ちょっとこの南コースあんまり YouTube ちょっと見てなかったんで。ああ、そうっすか。そうなんですよ。あの僕の対戦で言ったらクルミッキーと。はい。雪の先輩、うん、雪の先輩の時がこの南コースですね、はい、グリーンが結構ややこしいんです。グリーンはちょっとややこしいですね。112ヤード9番ヤンできます。はい、ありがとうございます。101ヤード。はい。50度で。はい。3打目ですね。3打目。ナイス。グッ。ゆうたくん、ゴルフ夫のゆうたです。そんな感じですか。うん、これは俺がモノマネし始めたから、うん、ゆうたくんのがちょっと誇張するようになってきた、ね、引っ張られてきた俺に。なるほど、うん、あ、いいっすよ、うん、え、どっち俺手前っすね。はい、こうチャンス、まあ、これ沈めれば、うん、チャンスではないですけど。あのホットのチョロ怖い。あんま見ないですけどね、うん、あれ池越であれ出そう。はい、パーパット7、8メーターかな。うわー、やばい。お願いします。俺の音いい？どっちどっちどっちですか？ちょっと、お仕事先やっちゃいます。いいっすか？はい。ピッス！ボギー！
メスパ。出ます。先に行けばいいんですけど、ちょっと最近ショートパット怖くて打てない。手からオッケー出しますね。いや。ゆかちゃんがワンナップ。はい。ワンナップになりました。うん、ショートホールですか。次ショートですね。はい。緊張しますね、なんか。緊張します。息あんだけ喋ってたのに。緊張しなくてチョロしてますからね、俺。緊張しないですか。してないですね。本当ですか。また緊張するとか言ってませんでした。してたらあんなチョロしないですね。緊張するな。すごいチョロしましたよね、俺。すごい。捉えた、ちゃんと。捉えましたよ。捉えた、はい、珍しくないです。そうですね。そうですよね。ウッド得意でやらせてもらってるんで。そうですよね、はい、9番ウッドでしたっけ。なんか入れてませんか。9番ウッド入れてますよね、はい、579ですね、はいはいはい。152ヤード、はい、7番で、はい。やってくわ今日。ナイス。距離133ヤードです。はい。8番でいきます。近いですよね、青さんの。近いですね、あれ。近いですよね。あれ近いね。あれは近いですね。近かった。あれ近かったです。じゃあ、ゆかさん。はい。アサミ名物、ボビー橋渡ります。ああ、ボビー橋。ボビー・ジョーンズからね、付けられたという。で、これがあの忍ばずの池ですね。上野ですね。上野からつながってます。ねえ、これ僕の匂いじゃないんで。今日結構香ばしいですよ、ね。ちょっと香ばしい匂いがしてるんで、これ僕の匂いじゃないです。はい、香ばしい。アウさんが3日風呂に入らないとこの匂いがします。この匂いになります。なんか嫌いになった？アウさんから変わってくるよ。来るよね。みなみちゃんにも言われたな、それ。アオさんの匂いじゃないっすよ。いや、みなみちゃんにアオさん風呂入ったらいい方がいいよって言われた。アオさんの。マジで？マジで入るまで。ほら。ウッドのチョロ取り返した？だいぶ取り返してますよ。挽回しすぎです。これもう OK じゃないですか。まあ正直 OK レベル。いいっすか。 OK ですね。あ、じゃあいただきます。ナイス。いや、マジ入るまであったの。ここだもんね。ピッチはここだもん、ね。うん、入ったら面白かったですね。入ったら負けてましたよ、確実に。負けてたよね。帰り事故ってたよね。はい、帰り事故って。ナイス。はい、ありがとうございます。オールスクエア。すごい。ナイス。今のはもう仕方ないですね。大丈夫です。大丈夫。転んだ？いや、ファンブルしました。今のは仕方ない。ナイスボディですね。ありがとうございます。すごい。ここが、一応、はい、まあ、名物ホールと言われてて、距離測った方がいいです。多分、まあ、こっからだったら、ミドルですよね。ミドルです。結構長いです。こっからだったら、あの旗多分、200弱ぐらい。200弱。
あそこの旗が一番いいってことですよね。でもまああそこの旗より左行けたら最高みたいな感じですね。完璧だ。完璧です、これ。